こんばんは、満月堂のみょんです。今朝の朝立ちチェック、それから持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題、やってきてくださったでしょうか。健やかな健康なくしては健やかな勃起もありえません。3つの課題については動画の最後でも詳細お伝えしておりますので、チェックしてみてください。今日はですね、モテる男はここが違う、すなわち性行為でもモテる男はここをきちんとしているというポイントについてお伝えしたいと思います。女性がこう身なりに気を使うように、男性も身なりに気を使う方は今特に男性化粧品などのブームも来てたくさん増えてきてると思うんですけれども、なので身だしなみを気にする男性の中では髪とか服装、お肌なんかをケアするのは当たり前という時代になっているのではないでしょうか。しかしですよ、細かい部分を気にされてる男性はまだ少ないんじゃないかなっていう印象なんですね。でも実は女性はその細かい部分をめちゃくちゃ見てるんですよ。なのでここをきちっとクリアしていればモテ度が全然変わってくるんですね。そのパーツというのが実は手、そして手よりももっと大事なのが爪なんですね。今日はその爪と女性との関係、そして爪と性行為の時の関係についてお話ししていきたいと思います。女性は特にこういう冬の季節はハンドクリーム塗ったりネイルをしたりケアしたりとかってすると思うんですけども、男性がそこまでするっていうのはまだメジャーじゃないかなと思うんですね。実はこの爪をきれいにしておくっていうのがモテだけじゃなくて性行為にも密接に関係してくるんですね。じゃあそもそもなんですけれども、パッとこう初対面の人を見るときに女性はどこを見るかっていうと、すごい細かいところを見るんですよ。でですね、まあ顔はもちろん見るんですけれども、貝印っていうカミソリとかハサミとかを販売してる会社さんあるじゃないですか。その貝印さんが男性のネイルケアについての意識調査っていうところで女性にアンケートを取ったところ、男性の爪が気になるって言った女性が実は 60% 以上もいたんですね。さらに男性の爪が気になる時ってどういう時ですかって聞いたら、20代の女性はデートの時っていう答えで、30代40代になるとビジネスシーンでっていう答えが多かったんですね。仕事でもデートでもやはり爪をきれいにしておくっていうことは男の人にとっても大事なんですね。これはまず一つ覚えておいてください。次に、なんでそんなに手、そして指、爪が大事になってくるかっていうことなんですけれども、実は女性は男の人の手に色気とかセクシーさを感じるものなんですよ。この人の手好きとかあるんですよ。で、自分の好きな手のタイプ、指のタイプなんかも結構あったりするんですね。で、アンケートを見ると顔とかっていうよりも手指にセクシーさを感じるという女性も多いようです。で、実際にこれ過去の動画でもあるんですけど、テストステロン、男性らしさ、魅力的、性欲、勃起力などに大事なテストステロンという男性ホルモンがあるんですけども、この薬指と人差し指の長さを見るとテストステロンが多いのか少ないのかが分かるっていう風に言われているんですね。これはもう科学的な根拠もあって、薬指が長い方が備え持った男性ホルモン、テストステロンが多いという風になります。なので銀座とかのホステスさんなんかは初対面のお客さんとかを手を必ずチェックするんですって。で、テストステロンが強い方が仕事の集中力だったりとか、こう出世欲だったりもあるので、いいお客さんという風に見なされているそうです。はい、余談でした。はい、では後半はですね、この爪と性行為の関係性についてお伝えしていきたいと思うんですけれども、 AV 男優として20年活動してきた黒田さんという方がいらっしゃって、実は性行為において一番大事なのは相手の体のことをケアできるホスピタリティが大事だっていうふうにおっしゃってるんですね。女性がこれを聞くと、うんうん本当にそうですって多分 150% 皆さん同意してくれると思うんですけれども、ぜひここは忘れないでほしいんですね。気持ちよくさせることよりもその前に前提として行為中に痛みを感じさせないっていうことがとっても大事になってくります。性行為中だけじゃなくても、こうどっか切れたりぶつかったり
殴られたりとかって痛くなるとギュッてこう縮こまったりしてしまいますよね。行為中にそういう風に痛いってなってしまうとそれ以上こう快楽に生きづらくなってしまうそうなんですね。なので痛くしない、無理やりしないってことが大事になってきます。じゃあなんで爪に行くかっていうと、膣の中というのはすごくデリケートなんですね。膣は粘膜であるってことは皆さんもうご存知だと思うんですね。その粘膜ってこの目とか鼻とか口とかと一緒です。そこをグリ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 、目をグリグリされたら痛いですよね。それと同じように考えるということが大事で、 AV なんかではグリ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 しているように見えるけれども、いろんな AV 男優さんが言ってますけども、実はそう演出しているだけでそうではないんですね。グリ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 激しくしているように見えるのを真に受けるのではなく、相手の女性の反応や呼吸や表情なんかに合わせてちょっとずつ優しくやっていくことが大事になってきます。とっても繊細なところなので、なるべく膣に触れるものについて、爪とか手ですよね、は注意をしすぎても、しすぎたっていうぐらいのことではないっていうぐらいケアすることがとても大事になってきます。でこの黒田さんという AV 男優さん、そしてシミケンさんとかもおっしゃってるんですけど、とにかく爪のケア、お手入れをするというふうにおっしゃっていて、毎日爪は切るし、とにかくヤスリをかけるということなんですね。爪のケアの大事さが分かったところで、具体的なケア方法についてお伝えしていきたいと思います。一番大事なのが、まず一つ今も言いましたヤスリです。爪を切るだけではなく、ヤスリをかけるということが大事です。でですね、これが爪だとしてですよ、まあ、ここパチパチパチって切りますよね。そうするとここが角になってるんです。伝わりますかね。でここも多分こう切った後こうしたりするとピーって跡つくじゃないですか。切ったこの側面っていうんですかね、ここもパツッとなってますよね。だからこの角とか斜めのところを慣らしてあげるっていうことが大事になってきます。それからささくれですね。ささくれなんかも結構引っかかってきますので注意が必要です。まずはヤスリで丸くかけてあげる。角もそうだし、切った側面ここも丸くかけてあげるっていうのが大事です。で2つ目、それが終わった後にご自身でチェックをする方法があります。この自分の爪をこうやって唇とかでこう触ってみるんですね。でこうだけじゃなくて、こうとかこういうふうにいろいろ触ってみてください。もっとジャリジャリジャリってですね、そうするとチクってなるところがもしあったなら、そこがケア不足となりますので、ここチクッとなったなと思ったら、ここをヤスリをかけるなどをしてみてください。でヤスリはガラス製のヤスリがあってですね、それが黒田さんもおすすめということなので、ちょっとチェックしてみてください。3つ目、さらにこの引っかかりをチェックするために、実は女性用のパンストを使うってことなんですね。パンティストッキング、肌色の薄いストッキング分かると思うんですけど、それを買ってきて手を入れてみます。そうするとあのパンストってすっごい薄いじゃないですか。で女性でさえも自分のピッて爪で引っかかったりするんですけど、その引っかかりがあるかどうかをチェックするにはうってつけなんですね。パンストにこう手を入れてみて、ピッて引っかかったらばそこをケアするという風にするとバッチリです。で最後に4つ目、これはこの黒田さんも日々行っている方法で、実は保湿なんですね。ガサガサしている手としっとりしている手、どっちが気持ちいいですか？これは男性も感じると思う。女の人の手、ガサガサしている手とツルツルしている手、やっぱりしっとりツルツルしている手の方気持ちいいじゃないですか。なので黒田さんはハンドクリームをしっかり塗って、綿 100% の手袋を履いて、その上に軍手を履いて寝ているそうなんですね。寝ている時にケアするのって一番とっても効率的。結局ハンドクリームを塗っても日中だと手を洗ったりとかしてしまうので、寝ている時のケアはとってもおすすめです。このように4つの方法試してみてください。ということで今日は男性の手と指、そして爪と性行為についての関係性のお話でした。とにかく女性は細かいところをチェックしてますので、爪をきれいに切っている、整えているというのはとっても大事になってきます。そしてその上で繊細な膣の中を傷つけないためのケア、これしてるだけでモテ度もそうだし、性行為中の満足度も全然変わってきますので、
今日からやってみてください。そしてケアをした後は唇やパンストなどを使ってチェックをしてみるともうとっても最高です。はい、それでは今日はここまででした。最後に持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題についてお話しします。1つ目が運動です。筋トレをすることによって男性ホルモンが向上して勃起力にもつながってきますので、ぜひ毎日やってみてください。2つ目が生活習慣の見直しです。食生活、睡眠、ストレスなんかですね、その中で足りない栄養素をサプリで補うことをお勧めしております。満月堂オリジナルのサプリ現在開発中ですので楽しみにしててください。3つ目がリラックスです。心のリラックス、体のリラックス両方大事です。満月堂のふんどしパンツを履いて下半身全体、体全体をリラックスさせることをお勧めしております。現在リニューアルされまして新型でとっても好評いただいてますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。グッドマーク、それからチャンネル登録をして応援してくださるととっても嬉しいです。お悩みや質問がある方は LINE に連絡をください。概要欄に書いております。ではまた次の動画でお会いしましょう。課題やってきてください。満月堂のみょんでした。バイバイ。